2020年春、沖縄観光、明るいニュース。世の中はコロナ騒ぎで大変なことになっています。皆様のお住まいの地域ではいかがでしょうか。当初横浜に入港した大型客船ダイヤモンドプリンス号への日本政府の対応を世界中が非難しました。当時このウイルスはアジアにだけに広がり、欧米は蚊帳の外状態で、欧米各国はこぞって日本政府のコロナ対策を非人道的だと一斉に非難したのです。しかしウイルスはヨーロッパに拡散し、中国との結びつきが強いイタリアやイランから爆発的に感染者が増え、ヨーロッパの多くの都市が機能不全に陥りました。その後の最近のアメリカ・ニューヨーク市の爆発的な感染の広がりに対して、東京での感染者の広がり方が緩やかすぎるのはおかしいと海外の学者が言い出したりしています。日本の感染者の拡散が緩やかなのは日本人一人一人の意識の持ち方によるところが大きいのだが、それを説明しても海外には理解されないかもしれません。ああ、またウイルスの話になってしまいました。申し訳ありません。そんなつもりじゃなかったのに、ついつい熱が入りました。今日は最近沖縄で発表された嬉しいニュースをお伝えする動画です。観光沖縄で嬉しいニュースが3つ続いたんです。嬉しいニュース1つ目、沖縄モノレールで本土系の交通カードが使えるようになりました。沖縄モノレールでは3年前から沖縄独自の交通カードが使えましたが、本土系の交通カードは使えませんでした。しかし3月10日から本土系の交通カードも使えるようになりました。これは私個人的にも大変嬉しいことです。というのも本土に旅行に行くと交通カードを買うんですが、沖縄に戻るとそんな買った交通カードもどこかにしまい込んで忘れてしまうんです。そして新たに旅行する際にまた新しいのを買ってしまい、結局現在6枚のカードを持っています。これからは沖縄モノレールでも本土系の交通カードも使えるようになったので、少しずつカード残金を処分していきたいと思っています。嬉しいニュース2つ目、那覇空港の第2滑走路が完成し、3月27日から供給が始まりました。これも大変嬉しいニュースです。
ますます発展する那覇空港を思うと夢が広がるではありませんか。ただし滑走路が2本になっても発着回数は2倍にはならず 1.3 倍程度だそうです。理由は滑走路が2本あってもターミナルが1箇所なので、飛行機がターミナルに移動する間はもう1本の滑走路も使えないそうです。今後は2つ目のターミナルを作る計画に移りますが、それは10年とか20年後の話になるそうです。嬉しいニュース3つ目、3月27日の発表です。首里城正殿を2026年度中に完成させると政府が発表しました。2026年ってあと6年でもう目の前じゃないですか。私は首里城正殿の再建には20年程度かかると思っていたので、大変嬉しいニュースでした。私が生きているうちには見ることができないと思っていたんですが、6年後完成とは何とも言えず嬉しいニュースです。2026年正殿を復元、その後国殿南殿の再建に着手する計画だそうです。計画通りに行けば2030年頃には首里城がよみがえることになります。こんな嬉しいニュースはないです。私を含めた高齢者の皆さん、新しい首里城をこの目で見るまで頑張りましょう。今回は沖縄観光に関する3つの嬉しいニュースをお伝えしたくて動画を作りましたが、へんてこな仕上がりになって申し訳ありません。本日も最後までご視聴ありがとうございました。